ブクブク茶を泡立てる前ブクブク茶。茶筅でかき混ぜていくと泡が盛り上がっていくブクブク茶の完成。砕いた落花生を振りかけて食するフり茶とは番茶を茶筅で泡立てて食べる、もしくは飲む習俗の総称である。古来からの庶民の茶の楽しみ方であり、フり茶という種類の茶葉があるわけではない。18世紀までは日本の各地で行われてきたが、 現在では一部地域にしか残っていない珍しい風習となりつつある。振り茶の振りとは茶煎で茶を泡立てる様を指した言葉で泡を立てることによって茶の味をまろやかにしたり泡に漬物やはったい粉などを絡めて感触とする。振り茶に使われる茶は自宅の周りの茶の木の葉を使った自家製、地場産の蘇生な茶が多く日本の各所で行われてきた。 喫茶方法である。振り茶の茶筅は泡を立てるためであり、茶道の茶筅とは目的が異なる。泡を立てやすいように茶道の茶筅より大型のものが多い。ボテボテ茶のように名前がついている地域もあるが、単に茶を振ると呼ぶ場合もある。振り茶は複数人で行うことが多く、茶会のように低主役が招いて行う地域や、おタイヤのような行事に合わせて行う場合もある。 江戸時代、北陸の浄土新州の寺院では、河野席でバタバタ茶が振る舞われた。振り茶の風習が、前世の時代には、茶煎は消耗品として需要があり、茶煎売りの行商人が往来していた。振り茶の起源は定かではないが、高価な抹茶に手が出ない庶民が晩茶を使って、茶の湯を楽しんだ、という説や、逆に茶道の源流の一つと見る説もある。また、 陸の茶業の影響を受ける以前からあった日本の喫茶文化の名残を残した風習という見方もある。地域によって別の呼び方もあるが一例を挙げる。沖縄県那覇市で行われている振り茶。入り米と三品茶を一緒に煮出し、差し渡し30センチ近い巨大な茶碗や桶で盛大に泡を立て、立った泡だけを他の器に移し砕いた落花生を振って食べる。 新潟県、富山県で行われているフり茶。黒茶という発酵茶を煮出し、五六八茶碗と呼ばれる小ぶりの抹茶茶碗に入れ、塩を入れ茶筅で泡立てて飲む。使われる茶筅は竹を2本束ねたような形をしている。島根県出雲地方で行われているフり茶。晩秋に収穫した影干し番茶を煮出し、塩をつけた茶筅で泡立てて、好みの具を混ぜて食べる。奈良県橿原市。 中祖司町に伝承されているフリ茶。自家製のお干す番茶を茶臼で引き、湯に少量の塩を加え、茶筅で泡立てるように混ぜて、キリコと呼ぶあられを浮かべて食べる。お寺での集会や来客時の接待として出された。茶の子と呼ばれる煮物と一緒に供されるのが決まりであると言う。ありがとうございます。